えー、そっかじくのこーです。こんばんは。今日はね、広島市のパルコ前で、この山本太郎さんがね、外旋してましたんで、ちょ本をね、買いがてら。これね、本を読,読もうかなと、たまにはね、<laughs> 本を読もうかなと思いました。それであの、お話ししたように、えー、ちょっと質問してきたんですよね。まあ、その模様をこれから動画の方にさせていただきますけども、質問内容はもう皆さんご存知です。まあ、私はユーチューバーとして活動する中で、えー、皆さんのね、苦しい生活とか、 国会のの要求っっていうのがいがぱいコメント欄ででありますんでこれをね、あの、私の動画の中でやってもなかなか伝わりにくいんで、どこか声を届けるところありませんかっていうことで考えたのが、官邸にメールをすることとかね、それから麻生太郎事務所に電話をすること、菅総理の事務所に電話をすること、もろもろと今までお話してきましたけども、これ以外に山本太郎さん、 まあ私たちができるのは何かありませんかと私たちの声を届ける場所はどっかにありませんかってことね、質問してみまして、その答えをいただきましたんで、ちょっと VTR の方に切り替えさせていただきます。これは、えっ、ー、と、山本太郎さんの令和新選組の、まあ、公式 YouTube からちょっと拝借してきた動画になります。まあ、一応ね、肖像権何かしが、まあ、ないというふうな触れ込みだったんで、 こうやってコピーすることはね、あの、大丈夫かなと思いますんで、ちょっとここにつけさせていただいて、私の質問と、あと全体の答えが終わった後にね、また私の方からコメントをちょっとさせていただいて、今回の動画、あどうかなというところでございますけどね。えー、まあこういうふうにね、うん、声をこういろんなところに届けるっていう意味が今回もありましたけども、私がね、まあ、こういう活動してますよっていうことで、あ、なるほど、官邸にメールする方法あるんだ、え 麻生太郎事務所に電話する、そんなことできんのあ、あの人やってるんだみたいなことを知らしめていくことと、え、あの人なんか、YouTuber の久保さん言われてたな、ちょっと検索してみようかな、みたいなね。そんなことが起きるかなと思ってるんですよ。まあそうすると、もっともっとお国の方に声を上げる人がね、増えると思うんですよね。で、こうやって私なりにね、あのー、声を上げる人が、1人よりも10人、10人よりも100人、100人よりも1000人と。そして 100万人、1000万人の声が集まった時って、さすがに無視できないだろうっていうね、こんな地道な活動をしております。えー、そんなところで、えー、皆さんもね、えー、私やりましたよ、戦闘機ってやってますよってことをちょっとね、見せるために今回の動画作りましたんで、あまあ、やってくれてるなと思う人は思っていただいてもいいですし、<laughs> おいおいと、ちょっと待って、こんな人に協力してんじゃねえよ、質問しに行ってんじゃねえよっていうふうにね、えー、怒る方は、まあ、怒っていただいて、いろいろでございます。まあ、私もね、 山本太郎さんが全ての問題を解決できるとまでは言ってませんけどもどうですかね自民党の政策と今山本太郎さんが掲げてることとどっちが好きかってどうです消費税なくしましょうってこととか毎月現金給付コロナ収束まで毎月全員に10万円配りましょうみたいなね特別定額給付の5万10万が出な,い出ないだとか出るだとか言ってるところでこういうふうなことを約束してくれる方が、まあ、政治活動してる人の中にいるわけですよ、うん、だからね あの山本太郎さん好き嫌いはともかくこれはでも好きでしょこういうの消費税がなくなったり10万円もらえるのはねこういうふうな人についていくんじゃなくて政策についていってもらいたいなとおまあ思うところもあったりまあね思わないところもあったりそれはあなた次第でございますまあとりあえず VTR の方ちょっとどうぞそれではれいわ新選組代表山本太郎に対して何かしらお言葉をくださる方いらっしゃいますかいかがでしょうか じゃあそちらのマ,、えー、マスクの方って全員マスクしてるわ。あ、あなたです。はい。どうもありがとうございます。あのユーチューバーの久保と申します。え私はですねヤマトさんの声に非常に感動して自分でも何かできないかなと思う中で、え今10万円給付とか5万円給付って言われてますよね。 でそれをですね私自分の youtube チャンネルでこれをね官邸にメールができるんだよってことを皆さんにお知らせしたり麻生太郎事務所に電話ができるんだよとか菅総理の事務所にも僕らは電話ができるんだってことをお知らせすると結構電話をしてくださったりそしてご対応いただいている例もあるんですよねで今度は私は地元の自民党事務所こちらの方にもまあ丁寧にね訪問してお話をしてみようかと思うんですよこんな活動しか私はできませんけども山本さんにちょっと聞きたいのは 今私の立場でね、他にこんなことができるよってものがあったら教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、えー。令和新選組代表の山本太郎が広島にお邪魔しております。皆さんからご質問いただいた内容についてお答えをさせていただくという試みをやっております。答えられないときはごめんなさい。その時にはあなたがご存知のことを教えてください。そういう形で進めております。ご質問いただいた方ありがとうございます。YouTuber をされているということですね。ありがとうございます。えっと、 ご自身でいろんな議員さんの事務所に電話したりとかっていうような直接行動を行っているってことですね、素晴らしいと思います、ありがとうございます、で,できればその野党側にもお声がけいただけるといいなというふうふに思うんですねえ、野党側のできれば緊縮、要は国が破綻するみたいな戯言ごとをこの後に及んでも考え続けているような人たちに対して、やはりあの今の状況分かってますか コロナがある前から緊急事態だってことをご存知ですかっていうような状況のお話をしていただくっていうのも一つ大きなあのプッシュになるんじゃないかなと思いますで何より他にできることないかということのご質問だったんですけれどもやっぱり興味のない人たちにアプローチしていくっていうのは一番大きいと思いますもうゴリゴリに支持先が決まってるって人に対してここに対してこうなんだろうな心変わりを促すと言いますか別の人を応援してもらうっていうのは非常にハードルが高いですね いろんなしがらみだったりとかいろんなお付き合いっていうものによって積み重ねられたその指示ていうのはなかなか崩すっていうことは難しいと思いますなのでどちらかというとそういうことに対して自らこら壁を作ってない、えー、そんなこと考えたことなかったっていう人たちそういう人たちが私一番宝だと思ってますそういう方々に対していかに分かりやすく伝えていくのかということをあの私もチャレンジしてるんですけどなかなか難しいテーマだなと思いながらも日々そうやっておりますなのでぜひ ユーチューバーの方にもいろんなお力をお借りしながらそういうふうに広げていただければ大きくなっていくんだろうなあの、ね、テレビは、ね、特定の、あのー、人たちしか映さないんですよはっきり言っちゃうと何かといったら例えばテレビってどういう人たちと利害関係あるのかってことなんですけどスポンサーのやつ出るかな。 テレビってどうやって回ってますかってことなんですけどテレビつけたらコマーシャル流れますよねあのコマーシャルって広告枠なんですよ広告枠その広告枠を企業側が買い取ってテレビは作られていくんですよねそういう話なんですだからこそ一番の神は誰だ神様は誰ですかっつったら当然スポンサーなんですよ大企業なんですよこちら広告宣伝費が多い企業ってことで、えー、雑誌で特集された時のトップ20っていう あのものが発表されたんですよトップ20どころかもっとトップ200とか100とかあったんですけど一番上だけ見てみるとどんな感じかってったらこれテレビに限ったことじゃないですよ新聞広告もあるし雑誌もあるしいろんなものに対して広告費としてどれぐらい儲けてるか入れてるかお金を使ってるかってったらトヨタでだいたい4487億ですねすごいお金ですよね。 まあ、第20位っていうことを見たとしても資生堂で532億あかんなこれ以外なかったかで一番最後の方のねそのトップ100ぐらいの特集だったんですけど最後の方を見ても数十億つくんですよお金はってことを考えるとやっぱり巨額のお金が動くってことですスポンサーに対して失礼なこと絶対言えないでそれのみならず企業にとってプラスになるような政治を進める人たちに対してもやっぱり手厚く 扱っていかれるってことですねっていう仕組みなんですよテレビで皆さんってテレビ見るときにほとんどお金払いませんよねどうですか民放でお金払ってるって人いますほぼいらっしゃらないと思うんですただで見ている皆さんに対してどうして得させなきゃいけないんですか得させる理由ないですね じゃあ誰のための番組作りますか誰のためにいろいろ作りますかそしったら当然企業側の利益につながるようなことをたくさんしますよ今日はお菓子工場にやってきましたみたいな <laughs> 特定の特定のそういう商品をクローズアップしていくようなわざわざなんでそんだからテレビってコマーシャルに入ってからがコマーシャルなんじゃなくてコマーシャルに入る前からもずっとコマーシャルだよっていう話なんですそういうことで出るかな当然 企業側に対して大きくインセンティブ、プラスになるようなことを政策として進めるような者たちには扱いは大きくなっていく、安倍総理が2013年に政権取ったとき、国会の中でご挨拶しました、なんと言ってるか、世界で一番企業が活躍しやすい国を目指します、こういう言葉、言われたんですね、で菅さんもそれを継承されます、そういう世界観。 企業のためにに利益が出るよようにしていきますよさっきの消費税の話だけじゃなくて労働環境を破壊することだって企業が活躍できることになりますよお金儲かることになりますから企業にとってプラスになるような政治勢力が力を持てばどうなるかといったら当然企業儲かりますよね企業儲かったらどうなるかって言ったら当然それ広告宣伝費も買い取ってくれるっていう,ような幅増えないですか CM ももっと打っとうって話にならないですか そういうい話なんですね。だから、テレビから本当のことが流れてるかといったら現場の人たちは頑張ってますけど最終的にそういう判断まずいものを映さなかったりとかまずいことを言わなかったりっていうのは当然のことなんですお金の内容もそうですねテレビが言ってることが本当だろうとか新聞が言ってることは全て本当だっていうのは大きな間違い新聞なんて特に消費税についての悪い部分意味しさは言いませんよ 消費税、逆に必要だ、この国は借金だらけでみたいな、寝ぼけたことずっと言い続けるでしょ、中国新聞は別だとは思うけど、知らんけど、知らんのかいな、<laughs> <laughs> なんでかっていったら、だって、新聞って軽減税率適用されてるでしょ、消費税上がるっていうことに対して、よしとしないと、軽減税率の対象にならないですよ、大人の世界なんですよ、でも困りますね、情報ってそういったものからしか入ってこない、そういう人たちもいるのに。 一定のそういうよういよな擦り込みされるんですね消費税がないとこの国はやっていけない何を寝ぼけたこと言ってるんですかって消費税を上げるたびにこの国は消費が落ち経済的には衰退していったんだよってデフレの20年の間に何回も何回も消費税上げたことによって全体的にも賃金が下がっていきどんどん弱い国になっていったのに今更消費税をさらに必要だ増税しなきゃならないよくそんな社説書けるなみたいな。 どうしてそういうこと書くんですかって言ったら当然、軽減税率の対象にしてもらうためには財務省のお尻を舐めなきゃいけないっていう世界なんですよ、すいませんね、汚い言葉使って、はい、先に進みたいと思います、ごめんなさい、質問いただきましたよね、さっきね、あそうそうそう、そういうことでした、ありがとうございました、なので草の根しかないってことに行きたかったってことですみません、何かと言ったら、もちろんメディアには、現場に立っている人たちは頑張られてます、なんとかこの一行で、みんなが気づくようなこと書けないかとか。 自分たちが熱心に取材したことによってみんなが真実を知れるようなことってないだろうかってことを日々努力されているのが現場の方々でもそうはなかなか問屋を下ろさないっていうような状況はあるなぜならば商業主義にのっ,んでのっとってるんだから当たり前ですよね企業からお金もらってるっていうところで制約がないはずございませんそういうことでございますなので私たちは草の根で横に広がっていくしかない口から口へっていうところで やっていい。くしかないでも逆に言えば一番これ面白いゲームなんじゃないのって思うんですゲームっつったら言い方が悪いって言われるかもしれないけれどもだって皆さん難しければ難しいほどゲームって燃えてたんでしょ攻略本まで売り出されたもの買ってたでしょファミコン世代ってことは難しいこと好きなはずなのに一番攻略できるかできないかってヒヤヒヤするようなこのゲームに対して ぜひ全力で入ってきていただきたい、あなたのできる範囲で、その先頭には私が立ちます。 ぜひお力を貸していただきたいというつもりでマイクを握っております令和新選組代表山本太郎が、えー、広島にお邪魔をし皆さんからご質問をいただいたことに対してお答えをしておりますはいいかがだったでしょうかちゃんと聞いてきましたからねこの調子で他のところにも声を広げていこうと思ってます私は YouTube 活動してますけども YouTube だけで終わるんではなくてリアル活動もちゃんとやってますからねで、リアル活動をやってきたよってことを YouTube で紹介して YouTube でやってることをリアルの場で話してってことをね両方とも両輪でやっておりますんで、えー、皆さんがねコメントを高 たくさん下すって私も何をやればいいかってことがだんだん定まってきたってことですね。これからも皆さんの思いですとかね、苦しみですとか、いろんな葛藤、こういうものをコメント欄に届けていただければ、そのままそれが私のね、えー、まあ、行動原理になりますんで、これからもご協力よろしくお願いします。それでは行ってらっ ただし皆さんからいただいた質問に答えられる確率はどうしても低くなってしまいますその際にはその内容ご存知の方がいらっしゃったら教えていただく知恵を授けていただくという、えー、形で進めておりますお時間ない方チラシだけでもどうかお持ちくださいよろしくお願いいたしますさあそれでは山本太郎に直接質問苦言提言などをぶつけていただける方いらっしゃいますかかかでしょうかじゃあそちらののオレンジの方 今マイク回しますからねあ。できればマスクをした上でやっていただけると助かります。えーはいえー、実はれいわ新選組立ち上がった時からずっと思ってるんですが名前変えませんっていうのはね、あのー、新選組ってロマンがあるように見えるけど最後滅亡するでしょ、負けるでしょ、しかも長州にやられて負けるんですよ。 幸い、でまあ、安倍内閣倒れたけど、もう名前聞いてる瞬間、あ最後長州にやられるんかと、非常になんかもやもやしていてで、言ってみれば、150年前のあたりのことをロマンにして、ネーミングするっていったら、維新と同じじゃないですか。ある種ね、あの維新と。そ、ね、うじゃない形での新しいアピールが必要かなというふうに思います。できたときからちょっと名前に対しては、ちょっとね、疑問に思う部分があって。 まあ次の衆院選の前辺りにまた新しい勢力を急合する意味でもね、今、野党がまた再編成してますけども、新しいインパクトを作るためには、ちょっとそのネーミングが私には気になってしょうがない。 ありがとうございます、えー、令和新選組代表、山本太郎が広島にお邪魔しております、皆さんからいただいたご質問に対してお答えをしているところです、お時間ない方、どうかチラシだけでもお持ちください、ご質問いただいた方、ありがとうございます、えー、令和新選組、ちょっと名前が悪いなということですね、もう1億回ぐらい突っ込まれてます、はい、右からも左からも矢が飛んでくる、ね、言語を使うとは何事かみたいな話だったり、これ、右からみたいなね。えー で左からは天皇制をどう考えているみたいなもうそっとしておいてほしいみたいな気持ちですけどねかといってじゃあ大正製薬に何か言いましたかみたいな昭和シェル石油に何か言いましたみたいな話もあるんですけどね言語を使っちゃいけないなんてルールはどこにもないんでで話戻ると、えー、今これを衆議院選挙の名前,、えー、前に名前を変えるっていうのははっきり言うと現実的じゃないんです何か団体名っていうのは一番浸透しづらいんですよ一番浸透しづらいそれを考えると この前に名前を変えるということは現実的ではない、新しい名前が浸透する前にもう終わっちゃうねっていう話ですね、なので名前を変えるかどうかという部分に関しての議論というものはあったとしても、そこに対して実施をするということは先になるでしょうねということです。 以上ですありがとうございます、えー、令和新選組代表山本太郎が広島にお邪魔を致しております、えー、皆さんから直接ご質問をいただきそれに対してお答えをしております答えられないときはごめんなさいその時にはあなたが教えて教えられる場合にはぜひあなたが山本太郎に知恵を授けてください あなたも私もわからないそんな状況の時には、えー、その他の知っている人が教えてくださいそういう形で進めておりますお時間ない方どうかチラシだけでもお持ちくださいさあ山本太郎に直接ご質問いただける方いらっしゃいますかありがとうございますじゃあそちらの方私子供がいるんですけど政治に全く無関心で投票にも行かなかった たことがもう何十年で NHK の国会質疑で山本太郎さんが映、えー、っているのをたまたま見てすごく分かりやすくてすごく面白いんだなって思ってそれで政治に興味を持つようになりましたで、えー、と興味を持たないとさっきのお話にもあったように本当に企業側の都合のいいような政治ばかりになっているっていうのも気づいてきてで今いろいろ頑張っって。 自分なりに調べてるんですけど今、種苗法が改正案が、えっと、もう少しで、えっとえっと、国会の方で話をされると思うんですけどそれもやっぱり子どもたちが食べていくご飯とか食べ物がもっともっと農薬だらけになったり遺伝子組み換えとかゲノム編集だらけになっていくんじゃないかとすごく怖いと思ってます種苗法の改正案についてお話聞かせてください。 ありがとうごれいわ、えー、新選組代表の山本太郎がマイクを握っております皆さんからご質問をいただきそれに対してお答えをするということをやっておりますお時間ない方はぜひチラシだけでも結構です冷やかしでお持ちくださいありがとうございますご質問いただいた方もありがとうございます種苗法種苗法っていう響きが出てきました種苗法のこと自分は説明できますって方この中にどれくらいいらっしゃいます 説明はできないけど、種苗法、聞いたことある、これが改正されること、ありがとうございますあの、その響きが聞いたことがあるって人は多いんだけれども、説明できるかっつったら、なかなか難しい、そういう話でした、あのこ,こ,でここにいらっしゃる方々の手の上がり方もってことですね。で、えっと、ごめん、あそこから行こうか、えっと、農業競争力のところから、これもね、あの何のためにされるんですかってことなんですけど、簡単に言うと何かっつったら、農業を。 企業,側でうん、企業側が農業で設けられるっていうような部分をもっと大きくしていこうっていうことが根底にある先ほどお見せしましたよね2013年に安倍さんが政権を取った後に施政方針演説で世界で一番企業が活躍できる国にするそういうことをおっしゃったってことをご紹介しましたこれはいろんな分野に対してですもちろん農業も含まれます 農業に関していろんな企業が設けられるようにしようその設けられる企業の中には当然グローバル企業も含まれてますグローバルの、えー、アグリ企業も含まれているってことなんですねでえー、っと o、OK、じゃあここからいこうかありがとうございますでね安倍政権時代に農業競争力強化支援法っていうのが、えー、これそうですね ここ数年間の間で農業に関するような法改正がいくつか行われているんですこの法改正を通じて結果、向かう道はどこかとつったら企業側が農業によって設けられるというような道を開いていくという話ですで例えばですけれども後で説明しますが趣旨法とかで他にも、えー、農業競争力強化支援法とか いろ種子法,法は廃止されて新しい法律改正とかいろんなことが行われてきた中にこういうものがあるよってことなんですねで中身を見ていただくと何か農業競争力強化支援法この第8条の4項ってところに注目をしてみると何て書いてあるかまず一番下見ていただきたいんです、まあ、こういった農業の知見を民間事業者への提供を促進することって書いてあるんです 民間事業者に対して知見を提供すること、そう書かれている、何が、読みますね、種子、その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成、その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究、えー、研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。 大丈夫ですか心離れてませんなんやもうこれようわからんねだから一人一人がいかに噛み砕いて説明するかってことを苦心していただかないと非常に複雑な問題だってことなんです何が言いたいかこれまで税金使ったり国の力だったりとかそれぞれの都道府県で頑張って種とかいろんなものを守ってきたよねそれぞれだって日本ってすごく縦長の国だからそれぞれの地域によっていろんな風土変わりますよね それぞれの地域の個性っていうものを踏まえた上で種をしっかりと研究したりとか守ったりしてきたっていうようないろんな農業に関する種子とか種苗についての知見を民間業者に提供しろそれを促進しろってことが法律に書かれてるむちゃくちゃですよこんなのまだまだすいません <laughs> 言ってる意味ごめんなさいね説明下手でごめんなさいね要はこれまで国として地方として数々取り組んできた農業の知見をなぜ民間事業者に対して提供促進するのってある意味これ国を売り渡すような話ですよこういう考え方っていうのは財産ですからでね、まあ、こういうことだよと農業競争力強化支援法の8条4項を見ればこれまで国 県の農業試験場が開発してきた種子、種苗の知見、情報ですよね、これらを民間企業に提供せよということにつながっていくんだって話なんです、そう読めるってことなんですね、でその法律をもとにして、いろんな通知みたいなものが出されるんです、これだったら農水省、その中にもしっかり書かれてるってことなんですね、はいえー、種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとされており。 都道府県は官民の総力を挙げた種子の供給体制の構築のため民間事業者による稲、麦および大豆の種子生産の参入が進むまでの間種子の増殖に必要な栽培技術などの種子の生産にかかる知見を維持しそれを民間事業者に対して提供する役割を担うという前提も踏まえつつうんぬんかんぬんって書いてあるつまり何言うてんの。要するに 都道府県は民間企業の準備が整うまでは種苗の事業をやんなさいよ、で一方で民間の準備が整ったあとは、えー、彼らに対してそういう情報を差し上げなさいみたいなことを言ってるっていう、完全売国ですよ、これ。国売り渡すの話ですよ。なめてんのかの話で、これみんな怒らなあかん話なんですよ。だって、食って安全保障でしょ、国防ですよ。そのことに関して グローバル企業に対して国内の企業に対してそういう知見を日本のこの複雑なこのいろんな土地風土っていうものの情報もたくさんそれぞれの地域が守ってきているものをこれ差し上げろみたいなこと法律で何、寝言言ってるんですかってことなんですけれどもで調べてみたんです、何を調べたかこれ国会,に国会の,国会のね法制局。 法制局、要はあの法律作るときとか法案作りとか手伝ってくれるような要はもう法のプロフェッショナルですよどういう趣旨でこういうもの作りましたとかもうもう細かくいろんなことを教えてくれるようなえこの法制局に依頼したんです調べてもらったもの内容は何かといったら民間に知見を提供って書いてあるような法律他にありますか かかななり大胆じゃないですか民間に対して治験差し上げろみたいな書かれ方って珍しいのでこういう法律他にありますかってことを調べてもらったらなかったんですよなかったんですよで他にも一つだけ見つけてきて科学技術基本法ってものを見つけてきてまあ似たような文言並んでるものありましたけれどもそこで書かれてるものは研究成果の公開だったりとか情報の提供とはなってるんですけど 地検の民間業者への提供促進ぐらいまで踏み込んだことが書かれた法律はこれ以外ないってことなんです、もう決まってるんですよ、自分たちのやりたいこと、何かといったら、この農業競争力支援法っていうのは TPP 参加、<laughs> TPP に参加するぞ、要は、環太平洋の国々に対して人、金、物を動かす、自由に動かすっていう、これ、聞こえはいいけど、とんでもない話ですよ。 だってそれぞれの産業を守るために関税があったりとかそれぞれの産業を守るために国内のルール非関税障壁っていうものがあったのにそういうものを撤廃していったらどうなるかといったら力のないとこ食われていきますよ外資にでも他国の企業でも国内企業と同じような扱いをしなきゃいけないんですからどうなるといったら日本の農業どんどん食われていくん違うの力のある海外の企業とかにそういうものを促進していくっていうようなことがさっきのね ごめんなさいで、その旗振り役、誰がこんなことやってんの日本の食が脅かされるような、日本の生産農家が壊されていくようなこと、誰が旗振ってんのっつったら、規制改革推進会議、規制緩和の旗振り役、要,要するに財界だってことですね、自分たちよりを設けられるように、お前ら持ってる情報全部よこせよって、俺ら商売するからって。えーって ごごめんごめんんって農業って農業とか生産するっていうことってすごい特別でそれぞれの里山が荒れないようにしっかりと保ち続けている食のことだけじゃない食料だけじゃない国土の保全であったりいろんなことにつながっていってるこの農業っていう部分に関してそんなことするっておかしいでしょだから右翼の外線カーとか回してる人はこ,のこういうことを提案してる人たちの家の前行かんとダメですよ 私のとこに来るんですけどね <laughs> 山本太郎は梅国土だーとか言ってくるんですけどいやいやいや、ちょっと待ってっていっぱいいるやん、国会の中にって <laughs> ね、まあ、あの黒い車に乗ってたーちゃん頑張れって言ってくれるのはしいんですけれども話戻ります、はい、そういうことなんですよ、もうこういう動きになっちゃってるってことですね、はい、あまりにもありえない話だねってことなんですけれどもやっぱりどこが得することになるんですかってことですね。 日本の種を守るそれぞれの地域がしっかりと研究をして開発をして守っていくんだっていうこの種を守るための元となっている種子法これも廃止されちゃってそればかりではなく先ほどのような農業競争力強化支援法みたいなものが制定されて要は知見は差し上げなさいよみたいな話にされてでその種苗法まあ後ほど説明しますけれどもそういうものにまで広がっていって結果誰が得すんのって言ったらこういうとこなんちゃうのってことなんですよ。 海外企業、考えてみて。考えてみて、ほら。例えば世界の種子企業っていうより売り上げで一覧で見てみても、日本の企業、下の方ですよ。下の方。じゃあ、その趣旨の。